その格好さ、暑くないの？これが俺らの勝負服よ。決めるべき時はこれって相場が決まってんのさ。まあルーティンというやつです。お気になさらず。そういうこと。燃えてきたぜ。ほんと見てるだけで暑苦しいっての。ま、燃えてんのはこっちも同じだ。はあ、のどかなもんだな。観光に来たのかと勘違いしそうになるぜ。でもこの先にブライスがいる。ここが決戦の地だよ。俺たちの目的は3つ。一つはブライスをとっ捕まえて計画を中止させること。もう一つはこの島で進んでる核廃棄物処理計画の真相をつかむことだ。三つ？あと一つは何だよ。全員無事に帰ること。これが一番肝心だ。頼むぜ。春日さんらしいですね。来やがった。ああ、さあ行くぜみんな。任せといて。始末します。これで終わりです。ねえ、春日、急ぐ気持ちはわかるがよ、少し慎重に進んだ方がいいんじゃないか。ああ、わかっちゃいるんだけどよ。ここが敵地であることをお忘れなく。それにここは敵にとって実に都合がいい。私が迎え撃つ側なら罠を仕掛けるか待ち伏せをするでしょうね。
こんなの進めるのかよ。半順位の予想通りか。罠と待ち伏せの二段構えとはな。ネレ島に行った信者はここで生涯を全うするっていう話だったけどさ。ええ、正しくは島から逃げ出そうとする者は始末されるってことだろうな。このトラップ俺たちのためだけにこしらえたもんじゃねえだろう。あくまでプライス体制での話だけどね。無駄くそ悪い。トラップは獲物の不注意につけ込むよう配置するのがセオリーです。つまりよく見て通りゃ大丈夫ってこったな。気をつけてよ。開けてみるか。やったぜ。開ける気しないよ。
調子いいね。上出来ね。攻めますよ。計画せ。やっちまうか。開けてみるか。開いたぜ。いい感じだな。全力で行くよ。
しがいいぜ。行くぜ。これますかね、かわせますかね。ちょっとおとなしくしてカムカイ行くぜ。受けてみな。行くぜ行くぜ。もらった。おや、焦げろ。任せといて。いつでもいいぜ。覚悟。釘付けにして。Very nice。攻めますよ。かわせますかね。おやつ。ぶちかま。ガツンと行くぜ。クライナー。調子がいいぜ。もらった。おや。全力で行くよ。やっ。お似合い。ついてこれますかね。二人がかりだ。せい。カウンターに行くぜ。受けてみな。行くぜ行くぜ。いつでも行くぜ。任せといて。ようやく森からおさらばできるかい。止まれ。お怪我はありませんか、春日さん。
助かったぜ、ハンジュンギ。ハンジュンギ、見せろ、腕やられたか。ご心配なく、地雷の小片がかすった程度です。すまねえ、俺が油断したせいで。トラップは獲物の不注意につけ込むよう配置するのがセオリー。そういった私がまんまと油断していました。これは私のミスです。お気になさらず。さあ、森を抜けたようです。先を急ぎましょう。どうしたの？おじさんたち何してるの？子供？この子も吐くってことなのか。おじさん、怪我してるの？大丈夫ですよ。あと、おじさんではなくお兄さんです。アンナ、何やってるの？アンナ、森に入っちゃダメって言ってるでしょ。お母さん。あなたたちは？あのおじさん、怪我してるって。え？さっき大きな音がしたけど、何かあったんですか？カズガ、どう思う？芝居にはちょっと思えねえ。俺もだ。島の中でもブライスの息がかかってない人間がいるのか。その線はなくもねえと思う。あの、怪我をされているなら手当てしないと。どうぞこちらへ。先はまだ長え。ハンジュンギの手当てができるならしておきて。春日さん、中長期的に見て目の前のリスクを取った方が得って判断だよ。ああ、ただ何があるかわからねえ。注意していこう。おや、ヘレナ、その方々は？わからないんだけど、森で怪我をしたみたいで。それはいかんな。ほら、小屋を使いなさい。治療用具一式あったはずだ。ありがとう。すんません、お世話になります。なに、か弱き者に救いの手を。ネレシンの教えに従っているまでです。ねえ、この人たち迷子なんだって。あの小屋だな。行こうぜ。ふう、ここなら一息つけそうだな。休めるときに休んでおこうぜ。体のキレがいいです。開けてみるか。やったぜ。張り切っていこう。開けてみるか。開いたぜ。
よし、こんなもんだろう。すみません、ご面倒を。あんまり長居はしたくない。もう出るか。だな。ねえ、なんか焦げ臭くない？え？確かに。なんだ？おい、あれ！あ！あかねえ！なんだって？それに、なんかやたら熱くない？くさ、開け！神聖な道に足を踏み入れる汚れた者たちよ、ネレシンの御心に従い、浄化の炎で清められんことを。リスクが勝っちまったか。ここで俺たちを焼き殺す気だ。くそ、開け。このままでは焼かれる前に窒息で全滅ですね。力貸してくれ。一斉の背で行くぞ。一斉の背。一番前。愚かな。神は救済の機会を与えたのに。悪いな。神様にはあんたから謝っといてくれ。来るよ。ああ、汚れた者たちに救済を。よっかい、決意よ。何だこの野郎。全力で行くよ。覚悟。ついてこれますかね。合わせますかね。くれ。ぶちかま。ガッツといくぜ。潰れちまえ。調子がいいぜ。もらった。これますかね。火の出所から
今の調子だぜ。なあブライス、あんたらの教祖様はどこにいる？あそこの修練場に向かわれた。お姿を見たのはそれが最後だ。ありゃ修練場だったのか。あれ目指して動いたのは正解だったな。貴様らが言ったところで浄化されるだけのこと。大きなお世話だよ。さ、行こうぜ。待って、一番。どうした、ちーちゃん。人探しはもう一人いるでしょ。ねえ、ウォントーの息子さんはどこ？ちーちゃん。とぼけてもダメ。ここに軟禁してるってことは知ってるから。これ以上白を切ってさらに痛い目見たい？わかった。あんたの言う通り、あの子はここにいる。よかった。ならご案内いただけます？寝ているだけだ。自由は与えてないが、丁重には扱ってる。そうじゃなかったらぶっ飛ばしてたよ。一度見たきりだけど、この子だよね。ああ、間違いねえ。あんたらのボスとの用事を済ませたら、またここに来るからよ。それまで、この子をこれまで以上に丁重に扱っとけ。もしこの子に何かあれば、分かってんな。お手柄ですね、千歳さん。ですが、なんでご存知だったんですか？ううん、知らなかったよ。釜かけてみただけ。なんだ、そうだったのかよ。一応根拠はあったけどね。ウォンがああなった今、ブライスなら今後の頑丈のことを考えたはず。頑丈の後継者としてこの子はうってつけって思うんじゃない？前総帥の実の息子を総帥の座に置いて、その補佐役という名目で自分の部下をあてがう。なるほど、ブライスにとっちゃ理想的な傀儡政権だな。もしくはこの子自身を洗脳するつもりだったのかも。何せよブライスにとってこの子は利用価値が高いってやつじゃない。なら一旦どこかに軟禁しておくだろうし、ここはうってつけだろうなって思っただけ。なるほどな。この子には後で辛いことを伝えないといけないけどね。今俺らにやれることはブライスを止めることだ。少しでも早くね。だね。よし、行こうぜ。目指すは修練場だ。十分ですよ。何よこれ。こいつら仲間同士で殺し合ってるのか。聞いたことがあります。とある宗教の中には信者の信仰心を試すためにお互いを殺し合わせる儀式があると。
死ねばそれまで。生き残った者も外の世界には二度と戻れず、ますます信仰への依存度を高めていくという仕組みです。えぐいな。貴様らそこで何をしている？ようやくお気づきかい。何やってんだお前ら。同じものを目指してきた仲間だろ。仲間は助かるもんだろうが。それを我々の崇高な執念、外界の者には理解できまい。皆の者、教団にあだなす悪魔が現れたぞ。神への冒涜、断じて許せぬ行為だ。神に近づく執念だ。奴らを浄化せよ。悪いが俺たちは急いでるんだ。どいてもらうぜ。さっさと始めようぜ。全力で行くよ。覚悟。ついてこれますかね。よーくれ。ぶちかます。いいぜ、行くぜ。放電準備。
おい。ここは敵の気配を感じませんね。よーし、各自休憩だ。少し休んでから出発しようぜ。開けてみるか。やったぜ。さっきの男の発言、ちょっと引っかかりますね。あの守護神ってやつか。ええ、こうもあっさりブライスの居場所を教えるとは。この辺りは敵の気配もなさそうだけど、それがかえって不気味よね。なんだ、地震か。火山の近くだからな、噴火でもしたか。おお、なあれ、化け物かよ。どうなってんだこの島は。何を仕掛けてくるかわからねえ。用心しろよみんな。触手の動きなんかヤバくねえか。こっちを品定めしてるみてえな。ちょっと変なこと言わないでよ。ついてこれますかね。調子がいいぜ。全力で行くよ。攻めますよ。ぶつかます。ほら来いよ。行くぜ行くぜ。攻めますよ。
プレゼントだ。ぶちかま、受けてみな。身だしなみ整えていこうぜ。気がない。せいやっはい。なるほど、体内食いやがったぞこいつ。冗談じゃねえ、出しやがれ。行くぜ、どぎついの行くぜ。こいつで
開けてみるか。開いたぜ。十分ですよ。すげえ下まで降りるんだな。耳がキーンってしやがる。廃棄物処理を一手に引き受けるにはそれなりの深さが必要なのでしょう。お、着いたか。ネレシンの名において貴様たちを処刑する。まあそんなに甘かんねえよな。構えろ、来るぞ。さあ行きますか。任せといて。攻めますよ。そら受けてみな。全力でいくよ。ついてこれますかね。二人がかりだ。援護します。行くぜ行くぜ。やっちまうか。休んでもいられねえが、ここいらで休憩しようぜ。お、しっかり準備してから向かうぞ。